トラマンチャンネル。放送席放送席見事猛攻を見せまして勝ちましたタイガースの岡田監督です。監督本当に打ちました。ねえ。なんて言ったらいいか。<laughs> なんかねあん一週間ぐらい前が嘘みたいですけどね。ねあのスタメン全員安打そして今季最多14安打さらに今季最多15得点という攻撃でしたけど。 まあね、この3試合ぐらい前からかね,、まあ、ねやっとげ桁ヒットが出だして、まあ昨日も言ったんだけど、ね、これ、吹っ切れたんじゃないかと思ったんだけど、まあ、そういう感じでねこう、まあ、今日はもうフォアボールも絡んで、ね、去年のいい時のの、ね、そういた得点パターンというかそういう攻撃できましたね。はい 打者一巡の猛攻もありましたし、うん、何かタイガースらしいつながる野球というのがありましたよねやっぱり、ボール球をね、やっぱり振らないっていうのが、ね、みんな選んで選んで、まあ、そこじゃないですかねそしてクリーンナップも大山の先制タイムリーに始まりまして、うん、見事、中軸が仕事をしてくれましたあそうですね、もう、ね、やっと3人、ね、2割の大台に乗ったんで、良かったですね。は さらに今日は途中から出た前側も4打点、そしてあの今シーズン初めて左ピッチャーとの対戦だったと思うことになんあの昨日ノイジー、ちょっと走、ね、塁でね、ちょっと足ね、ね膝打ったんで、あんまり無理刺させないようにしてね、まあ、まさか左当たると思わなかったんだけど、まあ、ちょうどいい、ね、機会だったし、ね、どういうバッティングをするかの楽しみだったんですけどね、本当、まあ後の打席も、ね、本当うまく打ちましたよね。 あの左ピッチャーへの前側の対応というのは、監督どのようにいしたいやいやこれからまた左でも行こうかなという、そういうね、あの気になりますよね。はい、いろんな野手に本当に安打が出まして、監督もおっしゃってましたが、うん、あの3日前と比べて、どういうところが変わってきたんでしょうかいやいや、もうどういうねあの、兆しはあったんですけどね、まあ、徐々に、まあ、あんな長くね、そういうのは続かないと思ってたんで、まあ、徐々に兆しはあったんだけど、 やっぱりボールの見極めじゃないですかね、はあ、でやっぱりタイミング取れるようになって、ボールを見極めれるようになったっていうか、まあ、そこが一番じゃないですかねそして今日先発の大竹、2勝目となりましたが、うん、序盤にはヒットを集められるシーンもありま本当、ね、まあね、すぐ逆転されたりでね、ちょっとあのランナー出て力むとボールが高くなるというかね、まあ、だから大,あの大竹の,その緩急というかね、 もうそういう持ち味をね。ちょっとなくしてこう力勝負みたいな形でね。なるんでもう3回からもうね。もうその緩急でね。自分のピッチングをしろって言ったんだけどね。まず、あ、それからやっと持ち味が出たんじゃないですかね。あの大竹本人の登板後のコメントにも、あのもっと遊びを持っていくように監督からアドバイスされたという話でしたか。ちょうどね。2回なんかこうね。 まあそんなストレート速くないからね、そんな力勝負してもね、やっぱり自分の持ち味っていうかね、特徴を生かさないといけないからね、もっと遊べて、遊んだ投球をしろと言ったんでそのシーンというのは、監督から直接お話になったんですかいやいや、安藤コーチに言うて、安藤コーチから言ったと思いますね。結果的には7回まで、あの本当に投げることにらしさ。そうだから球数多かったから、まあ今日6回までいけるかなという感じだったんだけど、7回までね行ってくれたんで。 まあ後ろのピッチャーもね、ちょっとあの結構、この三日間ぐらいはね休んでるんだけど、まあねいつでもいける体制はあったんだけどね、もう何回も言ってくれたら、もう十分ですねはいつい先日までは監督はよく守りがちやというふうにおっしゃってましたが、<うん S 1> ここにきて本当に投打がかみ合ってきましたねそうですね、本当に、まあねゲームの中でちょっといい結果が出だすと、そんなもんなんでしょうね、やっぱりね、野球ってあは。 これで今シーズン初の2カード連続の勝ち越し、はい、そして連勝も今季最長の5に伸びました、こちらについていかがでしょうかいやいや、まだそれは、ま,あ、まだ1試合1試合ね、あのやるだけなんで、あんまり考えてないですねは才、い、木、そしてドラゴンズ、松葉ですけれども、明日に向けても一言お願いしますいやいや、まあ、ちょっとね、アメリカね、<laughs> 今日もちょっと行ってたんだけど、ね、ちょっと弱りみたいなんだけど。 まあ最近はぜひやりたいってとかでね。まああのできると思うんでね。はい、まあ最近まあね先発がこう勝ち持ち突き出したんでね。まあ最近もついてるんだけどね。今度また二勝目ね明日狙ってほしいですね。はい、お疲れのところありがとうございました。ね、した勝ちましたタイガース岡田監督の声でした。うん